今月10日ついに開幕した世界初のプロダンスリーグ D リーグ。1チーム男女問わず8人で構成された9チームが参加し、2週に1回のペースで全12ラウンドが半年にわたって行われます。上位4チームがチャンピオンシップに進出し、優勝チームには賞金3000万円が与えられるダンサーたちの夢の舞台。そんな開幕を勢いづけるべくアンバサダーとなったのは、スポーツウォッチャーをご覧の皆様、エグザイル小吉です。サンダーメジェクソルブラザーズのエリーです。今大会のテーマソングを手掛けたエグザイルの小吉と、ランニングマンでおなじみ三代目 JSOUL BROTHERS のエリー。ダンスはもちろん、ゲストがライブを行うなど、とにかく豪華でライブ感覚を楽しめる D リーグ。二人が語る D リーグの魅力とは。みんな違うんですよ、ジャンルが、うん、ブレイクダンス、ヒップホップ、そうそう、ジャズ、その中の一流っていうのを一気に見れる D リーグなので。さまざまなチームが集まる中で注目されているのは、パリオリンピックの正式種目となったブレイキンを得意とする構成エイトロックス。ブレイキンの見どころは、アクロバットな飛び技やパワームーブと呼ばれる体のいろいろな部分を使う回転技など、迫力あふれるダンス。さらにこのチームが誇るスゴ技がこちら、この側宙5人跳び。さらにレベルの高い技を次々と披露。これには小吉も相当レベル高いです。相当まだ若い世代なんですよ。結構意外にね、びっくりするぐらい、僕らがびっくりするぐらい D リーガーの皆さん若かったので、さらに成長していくと思うので、この D リーグを通じてというか、それがまた一つ楽しみでもあるので、うん、注目していきたいと思います、うん。